あなた誰？ねえ俊平。ねえどうした？私最近物忘れがひどくてね。年だろそんなの。腫瘍はかなりの大きさに達しています。おそらくは1週間とか。1週間ってのは何の単位だって聞いてんだ。無駄ってわからないよ。医者にそう聞いただけなんだから。いやこの家想像以上にやべえわ、サラ金のカードがいっぱいだよ。兄貴は家族に問題が起こって大変ですって顔してるけどさ、とっくにこの家族なんてぶっ壊れてんだ。いろいろあるけどさ、お母さん助けなくちゃな。俺さ悪あがきしてみるよ。俊平か、今日俺が回った病院2件ともダメだった。悪いんだけど明日3件回れるか？了解っす。この病院で何件目？10件目です。そんなに回れないでしょ。治療の余地があるということです。今までたくさん迷惑かけてきたからごめん。そうだっけ、忘れちゃった。こういう時は笑おうよ。